おはよう。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 はいや、この鼻毛さ、ブカブカだったのにさ、もうパツパツだよ。今はね、60でこのサイズ感、ジャストファイサイズ、ジャストファイヤー。なんでみんなヨウタがいるのって思うと思うんだけど、育休をね延長してもらったんですよ。9月末まで。なんで延長したんですかってね聞かれたんですよ。なんか1年以上取るんだったら、そうそう、1年以上取るんだったら理由が必要だけど、1年はその育児をするためっていう理由で取れるものなんですよ。そうなんだよね。そうなんだよね。で保湿をしますね。さあゲロが、笑いながらゲロが、シャカボー絶対うんちしてるやん。今おむつ替えたとこやねんけど、なんか増えてない？大丈夫？かゆいの？何？なんかこの2つはやったけど、うん、その他何もしてない。え、勝手になってんの？なんでだろう。出た出たな出たな、うん。あれ、もしかしてだけど起きた人いる？静かに起きてたの？もう一回帰る？帰るの。うん、すっきりしたね。はい、すっきり。まあ。ねえねえは遊びに行ってます。今は一人で銭湯に行きました。お互いね、一人になれる時間をね取ってるんだけど、赤ちゃん生まれてからイライラすることとかないんですかって聞かれるんですけど、ありますよそりゃ。もちろんそういう時にいかにね頼れる人が他にいるかが大事だと思うんですよね。よだれがすごい出るようになってきたんだけど、デビューしてないんだよねスタイルはね。というわけで、お散歩に行こうか。もうちょっとチュチュチックになったら行こうか。どうする？うん、ちょっとまだ暑いだから、気分転換に2回行こっか。ママ、YouTube 見ていい？ YouTube。 おいしい、おけて、おけて、おいしいの、おいしい。もうちょっとしたらお散歩行こうね。おかんと娘、一緒にご飯作る人。気づいたらあんちんと一緒に寝ちゃってて、買い出しに行けなくて、で娘氏がね帰ってくるから、それまでに晩ご飯を作りたくて、まあでも今日は買い出しに行けなくてもご飯を作ることができるので、ご飯を作っていきたいと思います。ヨウタさんも一緒に作ります。今日作るのが、まずメインがこれ、ビビンバとスープ、あとはサラダ、トマトとカボッコリーと豆腐のサラダにします。この動画の最後に嬉しいお知らせがあるので、ぜひ最後まで見てください。育休入ってからさ、結構料理するしてくれるようになったじゃん。でさ、なんかある？料理の悩みとか。毎日、今日はこれにしよう、これにしようっていうのは分かる。大変で、買い出しもいちいち大変なので、できるだけ一気に買っちゃいたいの。ああ、確かにいつも一気に買うの。結構同じものにならない？ビビンバとかね、なんかわざわざ作ろうってなんないけど。あんたも映りたいな。はい、映ってますよ。だからなんかレパートリーを考えるのがめんどくさい時も、こういうのめっちゃいいよねっていう。楽ですね。そう、楽、とにかく。ああ、どうした？こういうのさ、切られてんのよ。本当にありがとうございますって感じ。でね、作り方、レシピもこんな感じでついてくるので、これをね、見ながら作っていきたいと思います。1個
松菜とニラが切れてえのきをほぐしたので炒めて味付けして終わりですね。これねオイシックスって言うんだけど、オイシックスを使うことで買い出し行かなくて済む、料理の献立考えずに済む、片付けももうほとんどでない、まな板と包丁が一つぐらい、あとはもうほらこういう人参とかも切れてるからめちゃくちゃ便利、いいと思う。妊娠中の方だったり一人暮らしのね料理とかあんまりまだ慣れてないよっていう人がね継続的に利用するのもすごいいいと思うし、いろんな層の人が使えるサービスなんじゃないかなって思います。サラダの方はこんな感じになりました。めっちゃ彩りも良くて美味しそうです。豆腐と海苔、ネギ。はい、できました。そうだね。いただきます。いただきます。手で食べないでください。よろしくお願いします。うまいね。うん、おいしい。おいしいね。シャキシャキだね、食材。うん、これ海苔入ってる。海苔入ってるよ。うん、うまっ。おいしい。トマトちょうだい。トマトうめえな。せーの、せーで、ごち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 さまでした。ではめっちゃおいしかった。デザートのプリン。え、なんかどうなってる。おいしく、え、いただきます。オイシックスプリンやばい。そう、実はねこちらはオイシックスとおかんと娘のコラボお試しセットになってます。今日はそのお試しセットの中から晩ご飯を作りました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。おかんと娘。お湯張りをします。お風呂気持ちいい人。気持ちいいですか。かわいい。シャカボー。上がりました。うん、ねんね前最後の授乳です。どうですか妹は。数え切れないぐらいの。この子は娘の可愛さの中で第一位に選ばれた子です。ママは2。ありがとう。マッチング大きくなったら何がしたい。一緒に一番最初にやらせたいのは、うん、やっぱ勉強かな。勉強、うん、なんで一番最初にやらせたって頭良くなる。頭良くなってほしいの。なんで。どうしたらママに褒められるでしょ。うん、いいじゃん。マッチングがママに褒められてほしいの。でもママ勉強できてなくても別に怒んなくない？他のさ、うん、家族ってやばいだし、なんか80点以内に取らないと血圧が低い。じゃあうちもそうしよっかな。常に没収になっちゃう。でもたまに80点以上も取ってくるよね。うん、たまにだけど。勉強できなくてもね、お勉強じゃ培えない能力を持ってるから娘氏は。うん、早っ。出んの早っ。もうでかいよこの人。眠いようだって。はい、じゃあ寝ましょう。じゃあ寝かつけします。はい。あ、あなたがする。寝かつけはいつも私担当なので。上手だよね寝かつけ。はい、というわけでこちらに入っているセットがおかんと娘とオイシックスさんのコラボお試しセットになっております。1個ずつね紹介していこうと思います。まずね、今日晩ご飯の時にも作ったそぼろと野菜のビビンバと小ネギと海苔、豆腐の韓国風スープのセットです。ポーさんちの野菜たっぷりプルコギ、これね昨日食べたね。昨日食べた。どうだった。簡単で、そう、ヨウタさんが作ってくれました。そして美味しいんですよね。味がしっかりしてるね。そうだよね。ビビンバもすごい焼肉屋さんみたい。
たいな味で美味しかった。で、次が情熱トマトです。で、次がカボッコリーですね。次がちょ待って、ヨウタさんに絶対にこうやってやったらさ、顔隠してくんない？せーの、はい、こちらが焼いてもっちりゆだね仕込み食パン5枚切りです。このセットは晩ご飯とかのおかずとかメインにもなるけど、朝ごはんとかにも使いやすいようなセットになってます。はい、次がどうすんだっけ、顔とろーり絹豆腐です。これはね、お味噌汁に使えますよね。こちらがもっちり北海道産小麦と国産野菜の頬張り餃子です。おかずにね、使えます。次がこれです。ちゃんとね、こういうのに入ってきますので安心してくださいね。果物と砂糖とレモンだけのブルーベリージャム 150g です。これはさっきのパンと一緒にもね使えます。ふっくらジューシー油揚げ、さっきのね豆腐と使ってお味噌汁にもなります。これが顔が食塩不使用の18種野菜凝縮ベジールっていう飲み物、野菜ジュースになっています。あとはさっきデザートに食べてたふんわり滑らかご褒美プリンで、これもね今ちょっと冷蔵庫に入ってるんだけど、食材不使用国産豚使い切りミニポークウインナー、これでこれですね。これ全部で、オイシックスとおかんと娘のコラボお試しセットになっています。もしね、これを単品で全部購入したとすると5900円相当なんだけど、このお試しセットなら1980円でご購入いただけます。期間限定、数量限定なので今だけお得にお試しすることができます。すごい。でね、このお試しセットを実際に使ってみてよかったなって思ったら入会することができます。毎日は使えないけど、献立を考えたくない時とか忙しい時とかにすごい便利だなって思いました。食材の定期サービスはネットスーパーみたいな感じで、すごい使い勝手がいいです。でね、毎週頼まなくていいし、毎回注文した分だけの金額をお支払いする形になります。入会金、解約金、年会費は無料になっています。毎週ね、お客さん一人一人に合った商品のね提案が来るんですけど、注文をキャンセルすれば料金が発生はありません。で、毎週注文する必要もありませんっていう感じでね、こういうオイシックスのねセットを使うと献立も考えなくていいし、忙しいね共働きの方だったり一人暮らしの方だったり妊婦さんの方だったり、すごくねたくさんの人が便利に使えるサービスだと思うので、気になった方はぜひ概要欄の方から今だけお得なのでチェックしてみてください。でね、もしね試してみたよなんて人がいれば、インスタなどのねストーリーとか DM で教えてくださるとすごい嬉しいです。というわけでね、オイシックスおかんと娘コラボセットの紹介でした。